どうもこんにちは、かくすけです。今回からはこちらのプレイステーション用ソフト猫侍というゲームをプレイしていきます。それでは早速やっていきますね。はい、スタートボタン押して、最初から始めるですね。で、結構このゲーム多分漢字が難しいと思いますが、読めなかったらすみません。この子がね、この子って言っていいのかな、この人が主人公、十兵衛ですね。岩淵宿か、いきなり難しい。江戸まであと3里に、ちょっと待ってください。なんだっけな、この人は十兵衛と、まあ読み方わかるでしょう、後で。えもんじゃないもんな。なんだってな。のやつも待ちくたびれているだろう。む。街道脇の木に鶴板が結びつけられている。鶴板。板がつってあるやつかな。鶴板とは猫又たちの道しるべである。道標である。目立たぬところに吊るされており、人間たちに悟られぬよう、猫股にしかわからない記号で書かれているものだ。そう、この主人公を含め、主人公の周りの猫たちはだいたい猫股です。なのでね、こんな人間みたいな見た目をしてるんですね。人間に正体を知られてはならない猫股たちの生活の知恵である。まず一旦あたりを見ます。江戸の手前、岩淵宿近くの街道だ。ですね。ここまで来れば江戸までわずかだが、今日はこの辺りで宿を探した方が良さそうだな。じゃあ鶴板見てみましょうか。鶴板には丸印、そしてその下に一本の棒線が書かれている。ほうほうほう。宿屋の印だ。この近くで宿が取れそうだな。猫股の宿ですかね。街道脇から突然二人組の浪人猫股が現れた。おお、悪そう。身なりからするとろくでもない食い詰め浪人というところか。ですね。ろくでもなさそうだ。浪人猫股1。おっとっと、こんなところにカモがいたぜ。まったくだ、危うく挨拶もさせないで通らせちまうところだった。そこのあんた、この道を通るなら通り賃を俺たちに納めてもらおうか。強そうな見た目してると思いますけどね。人間どものような真似を。なんとでもいいな。それより俺たちに逆らわない方がいいぜ。そう、なんといっても俺たちは今をときめく五神楽と神楽かな党の当主様なんだからな。あ、そうなんだ。三神楽党の当主様か。おうよ。あ、そうよ。おめえだって最強の剣客集団三神楽党の名前くらい聞いてるだろう。そういうわけだからおとなしく金を出してもらおうか。叩きのめそう。ろくでもないからな。やれやれ、こんなクズどもが部下だと言ってると知ったら、よしろうも嘆くぞ。なんだと？よし、強さを見せてやれ。貴様、三神楽党の当主、よしろう殿様を呼び捨てにしてしよって。む。お？ぐえ。うげ。よし、いいぞ。突きかかってきた太刀を避け、手刀を叩き込んでやると、あっけなく浪人猫股たちは気絶してしまった。偉いぞ、手刀で収めましたね。それにしても三神楽党の悪名がこんなところにまで。困ったもんですね。猫股にも悪い人いるんですね。もし優しそうな人が来ましたね。振り返ると後ろに旅の夫婦連れらしい猫股二人が立っていた。今の騒ぎを隠れて見ていたのだろう。恐ろしそうに
俺の顔を見ている。この二人、死んでしまったのでしょうか。いや、気絶してるだけだよ。うん、気絶しているだけだ。それにしてもこの二人、三日倉島の者だと言っていたではありませんか。後々の仕返しが恐ろしゅうございますよ。心配するな、三日倉島にはこんな奴らはいない。あ、そんなに悪いところじゃないのかな、実は。は？それより近くに宿屋があるはずだが、どこか知っているか？ああ、それならこれから手前どもも、行くつもりですから、ご一緒いたしましょう。うん、一緒に行きましょう。そうだ、申し遅れましたが、手前。両、ザヘモにしとこう。と申します。それから、妻の、とうと申します。うん、ありがたい。はい、てんてんてん。なんか画面が怪しい感じになってるけど大丈夫かな？うん。街道を外れて少し林を進むと小さな無人の寺があった。どうやら人間の住まなくなった廃屋を宿屋として改造したらしい。ここなら人間が通ることも稀だろう。ここか。ひっそりとしたところにあるんですね。はい。何度か利用しておりますが、なかなか行き届いたもてなしをいたします。それよりもあなた様も江戸へ向かわれるのでしょうか。そうだが、江戸に向かってるんですね。もしよろしければ明日はご一緒させていただけないでしょうか。手前どもも江戸へ参るのですが、先ほどのような者たちに絡まれては困りますので、お願いいたします。あなた様とご一緒なら私どもも安心できますものですね。気が向いたらそうしよう。他に町人がいましたよね、確か。読めない。たちは幾度も頭を下げながら自分たちの部屋へと戻っていった。明日か。どうするかな。一緒に行ってあげようか。他人の面倒を見ている暇はないが、どうせ一日だけのこと、一緒に行ってやるか。ちょっと心配だしね。寝よう。俺は宿屋の主人に部屋を案内させると、すぐに床に着くことにした。はい、おやすみなさい。ちょっと画面がちょっと切り替えの時が怪しいですが、これは多分気にしなくても大丈夫そうですね。朝か。支度をして宿屋の外に出ると、すでに、家も夫婦が立っていた。はい、おはようございます。では参りましょうか。あ、参りましょう。江戸の方にまでね。行きましょう。江戸はもうすぐそこでございます。ああ、よかったね。すでに王子宿を越え、江戸までは二里もない。街道脇には人間たちの炭火焼き小屋がぽつりぽつりと姿を見せ始めていた。そうだ。江戸で古着屋を開こうと思っているのでございます。あ、古着屋か。古着が必要な時はぜひお立ち寄りくださいまし。お侍様にもよう似合う着物を見立てて差し上げますよ。あ、お願いしたいところですね。お侍様？さっき、あ、敵？下がっていろ。待ち伏せしていたのだろう。街道の両脇から昨日の浪人猫又たちが現れた。その後ろにはケバケバしい衣装を着た見たことのない猫又が立っている。ひっ、守ってやるぞ。ああ、髪の毛がすごい。やさ男の剣士。ふっふ、見つけたでござるよ。何者だ？なんかキリッとしてますね。ふっふ、拙者は天心。三日倉島当主、霧馬陽四郎様の軍師でござる。あ、軍師か。確かに戦いそうな顔じゃありませんよね。笑わせるな。通り名もない猫又が、四郎の軍師だろ？だと？黙るでござる。あ、嘘か。確かに今は下っ端でござるが、お主を討ち取ればそうなるでござるよ。この人前いた人だっけ。全く驚いたぜ。
天心さんに聞いたが、おめえ、キリマ吉郎様に公然と歯向かっているんだってな。ああ、そうなのか。俺たちもこんなところにくすぶっているのはもう飽きたんでな。お前の首を手土産に三神楽島に入れてもらうことにしたのさ。三神楽島って何でしょうね。そんなことよりも、どうした、ぬかねえのかい？貴様ら、お前、俺の名を知っているのか？はは、どうせ切っちまうんだ。名前なんかどうでもいいぜ。そうか。じゃあ、では死ぬしかないな。え、逆だと思ったんだけど。おぉ、消風の音よ。消風の音。あ、ちょ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 。こんなのあるのか。完全コントローラーで離してたぞ。勝負と。勝負と。そんな、まさか、おとぎり十兵衛か。どうしたでござる。早く切ってしまうでござる。冗談じゃねえ。ありますね。おとぎり十兵衛ですね。お前も死ね。お渋い。あの人は後で何か出てきそうな気がしますね。天心と名乗った男はあっさりと逃げ去っていった。ふん。おい、両衛門大丈夫だったか？振り返るとそこには怯え切った。これさすがに読み方調べようかな。このままじゃね悪いからね。良い。右。すみません。ん？あ、エモンか。これがエモンだったか。じゃあ、どう読めばいいんだろう。結局わからない。両エモン。それでいいや。夫婦の姿があった。ひ。あ、ごめんね。おとぎり十兵衛、恐れてますね。お許し、そんな怖がらないで。ああ、どっか行っちゃった。二人は手を取り合って逃げていってしまった。一緒に来なかった方が良かったかな。どうやら悪名は見た三神楽島よりも俺の方らしい。とにかく江戸へ向かわなければならない。俺は再び歩き出した。そっかー、なんか悲しいですね。多分悪い人じゃないと思いますけど。ここは永代橋と呼ばれている橋だ。人間たちがこの橋を渡るときには通り賃を払わなければならないらしいが、猫股である俺にはもちろんそんなものは関係ない。話には聞いていたが、江戸というところはこんなに人間どもが溢れかえっている町なのか。とにかくまずは、ニエモンを訪ねなければならんな。ニエモン、イエモンでいいのかな。これ猫股の間ではオランダイエモンという通り名で呼ばれている。なんでだろうな。長崎の蘭学者の飼い猫だった頃に蘭学に興味を持ち、今江戸で人間たちの蘭学を学んでいるらしい。猫股のうちでも変人扱いされているが、俺とはどういうわけか馬が合い、昔から親しく付き合っている。確かやつは今永代橋のたもとの、船や淡島屋で飼い猫として暮らしているはずだ。何屋だろう。淡島屋を探そう。何屋さんだろうな。どこに行きましょう。このゲームですね、
こんな感じでね、基本まったりしたゲームと思います。ここ違うな、診療所。時間が経っちゃう、すぐに。こう、どこ、多分近くだよ。あ、違う、ここ、あ、あった。時間がすぐ経っちゃうな。ここに間違いない。店の妊婦たちに混じって、どこかの品番ものらしいものも出入りしてきている。なんとか屋として多くの藩の御用達であるもあるのだろう。はいはい。お、猫股男。おー、十兵衛ではないか。ようやく江戸に出てきたのか。この子かな、仁右衛門。おお、振り返るとそこにはメガネをかけた猫股がいた。こいつがオランダ仁右衛門だ。久しぶりじゃの十兵衛。久しぶりはいいが仁右衛門、少し大声で人語を話しすぎだぞ。人間どものいるところでは猫語を話せ。猫股とバレる。ははそうだの、ついな。それより中に入れ。銅像なら今の時間は誰もいないはずじゃ。ゆっくり話せるぞ。いつ江戸に到着したのだ。手紙をもらってから1ヶ月、1月も経っておるが。まあいろいろと寄り道をな。ふむ、まあよいわい。わしもとりあえずお前が江戸に出てきてくれて嬉しい。ところでの、うん、悪い噂とか。仁右衛門は急に声を潜めた。何か言いにくそうにもじもじしている。なんだ、言いたいことがあったらはっきり言え。お前らしくない。お前さんの弟の又次郎のことなんだが、江戸にお前さんの噂が伝わっておってな。なんでも音切りという異名がつけられたとか、異名がつけられたとか、言われましたね。実はな、俺は又次郎を、弟を切った。まさかと思っていたが、わけはあったのであろうな。そうか。ではま、詳しくは聞くまい。さてと、いい友達ですね。おお、そうじゃそうじゃ。お前さんの住処を見つけておいたのだった。住処だと？そうじゃ。猫股がうまく江戸を生活していくには、まず良い住処を見つけなければならんからの。まあわしについてきてくれ。おい、いい友達だ。こういう友達欲しいですね。仁右衛門の後をついて町中へと出る。やがて仁右衛門は人間たちの薄汚れた長屋の立ち並ぶ細い横道へと入っていった。おう、ここじゃここじゃ。おい仁右衛門。ん？どうした十兵衛。ここは人間どもの長屋ではないのか？そうじゃ。人間たちには心型寺裏長屋と呼ばれておる。冗談ではない。こんなところに猫股の俺が住めるか。何、大丈夫じゃ。こっちじゃよ、お前ちゃんの住むのは。おい、こら引っ張るな仁右衛門。意外と可愛いですね十兵衛。ん？仁右衛門は無理やり俺を長屋の端の家の中へと引っ張ってきた。どうやらここはその家の物置らしい。どうじゃ。ここは先月に住人が引っ越しての、今は誰も住んでないんじゃよ。それにこんな路地奥の家じゃ当分次の住人も決まらんじゃろ。笑ったばかありますね。ちょっとあたり見てみましょうか。どうやら長屋の端の家は物置小屋とつながっているらしい。長屋にしては贅沢な作りと言えるだろう。物置とつながってる。どうやら、これ一緒ですね。わら束を見る。
隅の方にわら束が積み上げられている。ここならなかなか寝心地が良さそうだ。結局猫ですね。これは変わりませんね。じゃあお話ししましょう。どうじゃ気に入らんか？なんだかんだ気に入ってるんじゃない？やれやれ、せっかく探してくれたんだ。ここに住むことにしよう。ありがとうね。もうそうかそうか。では今日はお前さんも疲れているだろうから帰るぞ。ジュベ、これからはちょいちょい遊びに来るんじゃぞ。はーい、淡島邸ね。ニエモンは手を振りながら帰っていった。うん、何はともあれこうして俺は住処を見つけ、江戸での生活の第一歩を記したのだった。うー、渋いね。このゲームはですね、マルチエンディングでさらにディスク3枚ありますということで、ものすごいボリュームでね、10周ぐらいしないと全部のイベントは見れないらしいです。でもまあ私はね、自分のペースで攻略も見ず、見れたらできるだけ多くのイベントを見れたらいいなぐらいの気持ちでやっていこうと思います。だからね、ひょっとしたらバッドエンドとかになっちゃうかもしれませんが、それはそれとしてね、まあその結果を受け止めることにします。赤の巻、木の巻、青の巻、一番右にある赤の巻にセーブしますね。2、あー、やっぱ漢字難しかったな。ニエモンが本当に合ってるのかどうか次までに調べておきます。ちょっと探索してみましょうか。長山へ移動、寝る、記録する、あれから寝てないんですかね。結局寝、一旦長屋前に行こうか。心がたじ裏長屋だ。一番奥の物置小屋が俺の住処だ。突然長屋の一室から大きな声が聞こえてきた。なんだ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 、ものすごい音がしてるぞ。バカ野郎、それがどうした。お、初めての人間ですね。へっ、この程度のことで腹を立てるんなら、船の看板畳んじまいな。梅、言わせておけば。純七、いい加減に押し。純七さん、母ちゃん母ちゃんには弱いんだね。お梅さんの言い分が正しいわ。お前が悪い。こんな二人で組み上がって、この根性なし。自分が正しいなら堂々としてりゃいいんだよ。それでも深川一の名義、お前おたけの息子かい。名中とね、何がただのシワシワのばあちゃんじゃねえか。なんだって？なんでもねえよ。騒がしい一家がいますね、長屋にね。これは暇しないだろうな。あー、よそに行くこともできるんですね。ちょっと時間あと2分ぐらいうろついてみましょうかね。こっち？うん、エウメタク。こじんまりとした民家だ。物音一つせず、虫の鳴き声が寂しげに感じる。あー、じゃあよそに行きましょうか。時間があっという間に経っちゃいますね。あ、ちょっと寝た方がいいかなもう真っ暗だな。ひっそりと静まり返っている。自宅に戻って一旦寝ましょうか。うん、俺が住処として使っている。寝ましょう。イベントが進むかも。少し体を休めておくか。俺はいつものように浅い眠りへと落ちていった。うん、猫ですねこういう時は猫なんですね。お、朝になりました。目が覚めるともう昼近くになっていた。どういうわけか隣の部屋が妙に騒がしい。なんだ、む、何の騒ぎだ。お、は、突然物置の扉が開けられた。見ると16、7ぐらいの人間の娘が立っている。おとっつぁん、猫が物置に寝てるわ。お、
どうやらこいつわしらより先にここに住んでいるらしいな。まあいいじゃないか、放っておけ放っておけ。あれ、もう次の住人来たの？一体何なんだこいつらは。あの猫さん、私キサっていうの。今日からお隣に引っ越してきたから、これから仲良くしようね。うん、お隣さんか。なんだと？キサと名乗った娘はそう言うと再び駆け出していった。家門のやつめ、何が当分住人は見つからないだ。いきなり見つかってるではないか。はい、今度会ったら文句言ってやろう。そうですね。そう決心すると、俺は再び藁の寝床に潜り込んだ。また寝るのか。まあ昼ですからね。猫は寝るもんですね。翌日目が覚めると、俺は早速文句を言うために煮え物元へと向かった。煮え物暮らしている淡島屋だ。見ると煮え物が店先で日向ぼっこ落ちている。猫ですね。もう十兵衛、どうじゃ新居の住み心地は。どうしたもこうしたもない。煮え物、お前あそこには当分人間が住む気遣いはないと言っていたな。む、人間が起こしてきたのか。それも一週間もたっとたたぬうちにな。いやー、そういうこともあるわ。あの人たちが物好きなだけですよ。まあ良いではないか。今江戸で人間から離れて暮らすなぞ想像できることではないぞ。うん、ああそう睨むな。それよりどうじゃ、明日の晩に夜釣りでも。お、いいね。話をそらすな。いえ、もうすみません、思いっきりそらされちゃった。良いではないか。まあ十兵衛、そうじゃ、明日の晩は夜釣りとシャレコも、それに決まりじゃ。オッケー。おい、では明日の晩にお前さんの家に迎えに行くからの。じゃあわしはこれで。逃げたな。ニモはそう言うと逃げるように去っていった。やれやれ、しかし夜釣りというのも悪くないな。そうだね、待ってみましょうね。自分の家はここら辺だったよね、さっき。セーブしたいな。ちょっと待って、ここか。あれ？あれ違うな。江戸市中ならどこにでもあるような長屋だ。これといった特徴がないのがこの長屋の特徴だろうか。本当に何もないな。つまらん。うん、ごめん。家に帰りたかったんだけど、どこだろうな。自分の家に迎えに来るって言ってたけど、ここか？あ、ここだ。ちょっと他と違いますね。うん、自宅に戻ってセーブして終わります、今回は。うん、はい。五郎座を見る？隣かな。書き込みます。で、今回はこれで終わりましょうかね。はい、上書きします。よし、それでは今回は終わりますね。ご視聴ありがとうございました。